指したベイビースペース強がる私に問いかけて昼のノンノンノンオーライト周りといつも比べたり自分見失った時も手を伸ばせば見上げた空の青が優しいありがとうございます。
広島出身、広島在住のシンガーソングライター淵上里奈です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ね、本当に天気が良くって、こんな時にねアリスガーデンでライブできて本当に最高です。皆さん集まっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。今日はうまいもん祭ということで、なんかうまいもん食べましたか？食べてないの？食べましょうよ。牡蠣とかね、フルーツのジュースとかありますので、ぜひぜひ美味しいご飯と美味しい音楽を召し上がって、最後まで私も心込めて歌っていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして、ここからはちょっとギターを弾こうと思います。ですね、この本通りの、裏側というか建町に、あります死滅院という映画館、皆さんご存知ですよね。そこで、3月の28日からは広島では、公開になりました映画はじまりの歌の、テレビガイドエクストラの、公認応援アーティスト淵上里奈が、やらせていただいておりまして、その映画がですね、シンガーソングライターさんの物語なんですよ。で、主題歌をちょっと弾き語りしてみないかという企画がありまして、そこから、練習をし始めました。なので、昨年末ぐらいからちょっと練習をし始めましたので、ちょっと未熟な、ね、ギターなんですけれども、頑張って弾きたいと思います。ありがとうございます。こうやって昨年末に始めて未熟なギターってね言ってるんですよ。最近なんでか分かりますか？保険を張ってるんですね。こうやってね言わなくてもいいぐらい今練習をねしてるんですけれども、よし、それでは、その映画始まりの歌の、主題歌をカバーさせていただきたいと思います。ロストスターズという曲です。聴いてください。
And this love is a narrow searching for me. But are we all ourselves trying to light up the dark? Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. でいただける映画なんじゃないかなと私は思いますので、ぜひぜひ新熱院さんの方に見に行ってみてください。そしてちょっとここで告知事があります。昨年の5月に、私メジャーデビューをさせていただきまして、5月7日にさせていただいたんですけれども、来月で1周年を迎えることとなりました。ありがとうございます。本当にですね、その次の月の、6月の24日が私の誕生日なんですけれども、その6月24日の24日前と、メジャーデビューをさせていただいた5月の7日24日後、この間の5月の31日日曜日にですね、メジャーデビュー1周年と、生誕を祝って、単独でライブイベントを行わせていただくこととなりました。ありがとうございます。場所がですね、あちらに、結構向こうで、ね、もうここから見ては見えませんが、クリスタルビルの青いビルのですね、19階の、ライブジュークさんというね、とってもロケーションがいいところで、ライブをさせていただきます。しかも、生バンドで、そうしていただきます。ベースの前田純三さん、ギターの福田耕作さん、ドラムの織田慎さん、そしてキーボードの安本さんの皆さんと、本当に私の歌がなくても本当に聴き応えがあるくらい本当に素晴らしい演奏で、ライブを盛り上げてくださいますので、本当に、このイベント遊びに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。チケット入手方法など詳しい情報は、ホームページやブログやツイッターやフェイスブックやもろもろやっておりますので、ぜひぜひそちらの方をチェックしていただけるととっても嬉しいなと思います。そしてあともうちょっとでフラワーフェスティバルですね、皆さん。はい、
さん、5月の3日、4日、5日とありますけれども、私はね、今年も毎年ちょっと出させていただいてるんですけれども、今年もいっぱいいろんなステージを回らせていただきますので、ぜひぜひフラワーフェスティバル遊びに行った時には、一度ミリナの声聞こえたら少しでもちょっと立ち止まっていただけるととっても嬉しいなと思います。よろしくお願いします。フラワー楽しみですね。はい、じゃあ、次の曲に行きたいと思います。次の曲は、今まで過ごしてきた中で、悲しい思い出とか辛い思い出で、またこう楽しい思い出や嬉しかったことなど、まあ、全部いろんな道をたどってこられたと思いますけれども、皆さんそれぞれそれがでも全部今という時間とか今そばにいてくれる人につながるのであれば、それはそれで全部意味のあることだし、それはそれで全部正しい道だったんじゃないかなと、そんな風に思うことで今をもっと幸せに感じることができるんじゃないかなと思って書いた曲です。聴いてください。ゆらり。愛を君に会えたこと
めでとうございます。ゆらりという曲を聴いていただきました。こちらの曲、iTunes さんやレコチョクさんなどで、配信させて、していただいておりますので、よかったらチェックしてみてください。そして、今日はですね、私のライブの後に MMJ のライブがあります。わお。そしてその後にですね、全てのライブが終わった後に、あちらのブースの方で、一緒に物販をさせていただきます。CD や、T シャツとかタオルとかありますので、よかったら、覗いてみてください。そして、今日は日曜日ということで、内神里奈ラジオをやらせていただいております。RCC ラジオ内神里奈のニューミュージックルーム。すごい、今までで一番大きいかもしれない。ありがとうございます。内神里奈のミュージックルームという番組をさせていただいております。毎週日曜日の、夜10時からですね。今日は、広島出身のシンガーソングライターさん森めぐみさんをお迎えしてのいろいろなトークをさせていただいておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。ありがとうございます、ということで、次の曲で最後となります。嬉しい。ずっとおったじゃんね。はい、ありがとうございます。この後ね、MMJ のライブもありますし、イベント自体は18時までやっているらしいので、皆さんね、まだなんか食べられてない方がいっぱいいらっしゃったので、ぜひぜひ、うまいもん食べて、楽しんで帰ってください。ありがとうございました。はい、最後の曲、強がりという曲です。聴いてください。10個ぐらい食べられる。私だけのものにならないね。
最後まで楽しんでいて。